こんばんは。 B リーグチェアマンの島田真嗣です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜夜に更新しております。はがきがまたやってまいりました。ありがとうございます。素敵なはがきでですね、可愛らしい岩崎千尋さんの素敵なおはがきですね。2度目ですね。ペンネームゆかさんから、まあ、B リーグにはたくさんのクラブがありますねと。で、私のノートをご覧になっていただいてるんですかね。あとはまあここで喋ってることも含めてなんでしょうけど、まあ、いろんなクラブを回ってくれてて、まあ、B1 とかだと B1 の多分所属してるファンの方だと思うんですけど、2とか3のクラブの状況って全く知らなかったんで、聞けて楽しいですと。困難な状況ですが、選手スタッフブースターのみんなでこう力を合わせて乗り越えていただきたい、いきたいですねみたいな、まあメッセージというかありがたいハガキをいただきました。もう2度目ですから。2度目ということを私今言いましたけど、今ならまだ覚えてますから2度目でも3度目でもまだ覚えられる数のハガキですから、今なら何度でも残していただければそういうリアクションしますから、よろしくお願いしますはい、それではですね、今日はちょっとたっぷりオールスターについて語りたいと思いますので、参りたいと思います。それでは島田のマイクスタートです。Bリーグチェアマンの島田真嗣です。島田のマイク。はい、じゃあそれではね、今日はオールスター、B リーグオールスターゲーム2021 in 水戸ということで予定をしておりましたが、残念ながら、中止の決断をしたことは皆さんご存知の通りで、代わりにですね、オンラインコンテストを配信したということを皆さんもうすでにご承知おきだと思うんですが、ちょっとここの経緯をですね、私のノートとか一部メディア等々でも伝えているのでお分かりだと思いますが、ちょっと裏の、まあ、舞台裏少しお話をしたいなと思います。まずオールスターをやりますということを決めて、でその翌日に急転直下やめますということを発表し、でその翌々日に記者会見でなぜやめたのかということを、記者会見で発表し、でそこから1週間後にオンラインでコンテストを実施したという流れですね。まあこれはちょっといろいろリアクションありましたね、皆さんから。でまず中止をしないでやりますと、まあ、だいぶこうコロナが厳しい状況になっている中でやりますと言った時に相当アゲンストなリアクションをいただきましたね。やはり特に水戸、茨城県の方からは今こういう状況になってるのわからんのかという意見も私にも直接たくさんいただきましたし、まあ、お祭りっていうのはこう皆さんに喜んでもらわないとどうなんだとか、多くのリアクションをいただきました。まあ、それでも我々は、まあ、自治体とね相談をしながらやるということを決定したわけなんですけども、翌日水戸市の方からやはり、まあ、状況が大きく変わっているということで中止をしたいということで中止の要請をいただいて、我々はそれを、まあ、受け分かりましたということで中止をするということを決断し発表するというふうになりました。で、まあ、中止をするという決定をする前提は自治体の了解を得るということと政府方針に従う、この2点で判断をするということを明確に伝えてたので、まあ、ここの条件をその前日まではクリアしてたんですけど、その翌日水戸市の方で要は了解を得るという状況が整わないということになりました。でなぜこういう決断をしたのかっていうことが、ちょっとやはり SNS とか見てても皆さんの声を聞いてても、そもそも何を基準になんでやるとかやらないとか言ってんだみたいな話があってですね、大事なことは後半戦のリーグ戦をこう順調に行っていくためにも、ファンの皆様とか自治体の皆様のご理解を得ていくことでしか我々は最後までたどり着くことはできないというふうに考えているので、なぜやると言ってなぜやめると言ったのかというところを明確に示さないと、おそらく混乱したまま進めていくというふうになると厳しいんではないかということもあったので、ちゃんと私の口で説明したいということで会見を開きまして、
今申し上げたような自治体のご理解と政府方針ということですと。で、まあその前に基本的に大事なことはファンの皆様とか選手の健康、コロナウイルスに対する感染に対する健康に対して留意するということと、我々の決めている基準を満たすという、この感染拡大防止と経済の両立、ここをいかにするかということで、選手に対しても2週間に一遍の PCR 検査をするとか、日々の行動管理をするであるとか、まあ、会場でのファンの皆様に対するマスクの着用であるとか、サーモグラフィーを入り口に置いて水際対策するとかということで、いわゆる興行を続けていくことと皆さんの安全ということをずっと続けてきて、実際会場でのクラスターみたいなのはないですし、選手もこれだけ PCR 検査を重ねてますが陽性率って相当低いんですよね。という意味では大きな問題を抱えてきてないっていう中で、自治体の了解が得られればやり続けていくっていうスタンスを取って、その両輪を回していくということなんですということをしっかりお伝えしたことによって、あ、そこが基準なのねと、まあ、一部いやいやいや、もうそこの基準はあれど、つどつど柔軟に判断していくことが今のご時世必要なんじゃないかっていうお声もいくつかいただきました。もちろんわかりますと。でもその是々非々の判断っていうのはものすごい難しいんですよね。何かこう拠り所を持たないと、何かの決断しても、なんであの時はこうだった、なんでこうだったのっていう説明ももうつきませんし、その判断がブレてくると自治体もどうしていいか分からなくなってきますしね。その存続にも影響することで、選手の雇用、スタッフの雇用、クラブを守るっていう観点から考えると、続けていくっていうことはもう私の強い意志で、ただ経済回すってことだけでは絶対ダメで、そこに対しての備えとしてガイドラインというものを作って、そこに照らして意思決定をしていくっていうことで、最大限のそのコロナ対策をしていくってことを2つ合わせてやっていくということで考えてますので、まあ、後半ね、難しい開催が続いていくと思いますけど、ファンの皆様とか自治体の皆様にも改めてご理解をいただいて、応援していただきたいなというふうに思います。で、一方でその会見をする直前ぐらいにですね、ただ中止にするんじゃどうなのよということを B リーグのスタッフから声があって、で会見の直前にスタッフからの申し出により、その代替イベントみたいなものも考えてますぐらいのことを私は発表してるんですよ。で、実際そこのスタッフ、私からやらされたんではなくて、スタッフから上がってきて、私はそれを受けて外力話して、であとはそこからスタッフが企画からもうそのどんなことできるのかとか、コンテストなんでもう集まることできないんで、各クラブの調整をして会場で収録をしてそれを編集するであるとか、まあ本当に今まで体験したことないようなイレギュラー対応を短い期間でやらなきゃいけないという状況に陥りました。で、そこからはもう我々がどうこうじゃなくて、もう B リーグのスタッフの底力で現場力で一気に推し進めていってくれたんですね。それであれだけのクオリティのものを皆さんライブ配信見ていただいた方は分かると思いますけどね、お届けできたということなんです。これは B リーグのその意思決定の速さと説明責任と現場力の速さ、これを3点セットでこの困難を我々がプラスに変えられたという意味では、結果ただでは起きない、転んでもただでは起きないという B リーグを世の中にお示しできたんじゃないかなというふうに思ってます。で、今日はですね、いつもこの場に登場していただいている広報プロモーションのもうリーグの立ち上げ時期から頑張ってきてくれている新津さんがね、そばにいますんで、その舞台裏をちょっと聞いてみたいと思いますんで、よろしいでしょうか。はい、B リーグで広報担当している新津博之と申します。よろしくお願いします。実際どうでした、この1週間の凄さを。まあ、この1週間は本当になんかずっとダッシュし続けてたみたいな、なんかそのぐらいな感じはありましたね。ただものすごく終わった後の達成感がすごかったなっていうのと、それまでにやれたことっていうのが、本当に、まあ、オールスターの、まあ、島田チェアマンがリーダーシップを発揮したのと共に、オールスターのプロジェクトチームの、リーダーたちを中心に、各セクションの担当者が、本当に自分たちのその領域の中でできることの最大限を、なんかみんなで協力しながら発揮していったっていうのが、まあ、さっき3点セットのお話もありましたけど、その現場力っていうところを、もう本当にみんなで一丸となってできたイベントだったなと思います。
その、まあ、クラブってね、色があるじゃないですか。このクラブってこんな感じよね、とお客さん入ってるね、とかファンが熱狂的だみたいな色があるじゃないですか。B リーグってなんか色って結構、リーグだから、そのクラブを束ねて運営してる、まあ、組織なんで、なんか、よくわかんないじゃないですか、ファンの人たちって。でもね、このリーグの現場力はすごいですよ。うん。チアマンいらないんじゃないかなと思うぐらい。そのぐらい、その現場の力で物事が動いていってる。これは、まあ誇れるかなと思ってますけどね。どうですか？チアマンいらないとさすがに思わないですけど。それはいいコメントです。思っていても言わないですいや、でも、結局でもそこの、なんだろう、やりやすさのところで、多分チアマン自身もこう、我々のことを信頼してくれてるっていう、その信頼関係と、で、まあ、リーグとクラブの信頼関係っていうところに多分尽きると思っていて、で、もう本当に今回、クラブに対して正式にお願いをしたのが、もう本当に3日前ぐらい、そこでこういう仕様を固めたものに準じて、コンテスト系の映像を撮ってくださいみたいな、もう本当にそんな、無茶ぶりで断られても仕方ないような状況のところを、まあ、少しでもそのクラブが協力してくれるっていうのと、あと僕らも受け入れのところで、どこまでじゃあタイミングが遅くなってしまうとか、そういうのも含めて調整できるかっていうところが、本当にリーグクラブで一団結して、で、まあ、選手たちのコメントもありましたけど、本当にバスケットボールで日本を元気にしたいんだっていうのも、本当に気持ちが一つになった企画だと。まさにその今リーグの話をしましたけど、まあ、リーグとクラブ、クラブも短い時間で本当に協力してくれたんですよね。だからリーグのその現場力って話しましたけど、 B リーグっていうそのリーグ組織っていうだけじゃなくて、 B リーグ全体、クラブとリーグ組織全部含めた大きな、あの B リーグっていう意味では、そこの団結力というか、その何かできることをやるんだみたいなエネルギーはそこだったですよね。はい、本当にクラブなくしては絶対にできなかったなと思いますし、むしろリーグは変な話、企画をして、で、そこにはもうクラブが協力してくれないとコンテンツは今回絶対出来上がるものじゃなかったので、本当にクラブの方々に感謝しています。あのなんかもうこの1週間のギリギリエピソードで言うと、もう最後の映像とか、もうギリギリ届いたとか、なんかもうそういうギリギリ感なんか一つぐらいなんか、お伝えしたらどうですか？そうですね、多分そんなスリスリやってたのあれっていう、コンテストの収録映像なんで、結構ファンの方々の声の中で、これ何回もやってんじゃないのみたいなお話も多分結構あったと思うんですけども、例えばじゃあ驚異的な記録を叩き出した千葉ジェッツの富樫選手のスキルズチャレンジなんかは、あれ実はもう当日の16時から本番開始だったんですけども、あの映像が送られてきたのが13時とかそういうぐらいの話で皆さん聞いてください、もうこんな感じなんです。はい、で優勝コメントとかもみんなリモートでインタビューが、その本番で水戸でロボッツの選手が2名挑戦するので、それでもし自分の記録が抜かれたら、あのリモートインタビューも、そのオンラインに待機してくれる人たちは、必要なしっていうような状態にもかかわらず、みんなそこをスタンバイしてくれてたとか、本当になんか、もうドタバタバタバタで、裏側はもうずっとみんなクラブと電話をしたりして、その密な、いい意味で密な連携をとってました。そっちの密ね。はい、連携の密ね、はい。オールスターっていうお祭り、がまあ残念ながら中止になりますっていうところで、やっぱちょっとでもファンの人に楽しんでもらうものをやりたいんだっていう思いがすごいあって、もうこの無理やり準備してやったみたいな、そういうところが一番でこうなってますよね。そうですね、まあ結果的には無理やりではあるんですけども、ただあんまりこう無理やり感は実は僕らとしてはあんまり持っていなくて、純粋にオールスターゲームをやる、でオールスターはそのやるエリア地域を元気にするっていう目的の中、中で、じゃあ、例えばですけど、B リーグオールスターで毎年続けてきていた B リーグホープ、社会的責任活動なんかも、オールスターがなくなったからって、その、今やろうとしていたプログラムを中心にすることって、なんか意味あるんだっけっていうことよりも、
いやでも中止だけどやれることやろうよっていう、うん、なんかそれの集合体がそのホープの活動もそうですし、オールスターのコンテストもそうですし、なんかつながったんじゃないのかなと思ってます、うん、やはりその今回こういうことがコロナという未曾有の状況の中で本来あるべきオールスターゲームというものがもうなんかもう日々変化していって、最終的にはこういうオンラインコンテストになったじゃないですか。でもこの1週間でみんながやってくれたことの経験値って B リーグのめちゃくちゃ財産になると思ってて、例えば来年以降、まあ、平時のオールスターが行われるようになったとしてもよ、例えばコンテストなんかは今回みたいなことで事前にとかそれぞれ取ってこう競争したりとか、うん、その今まで会場に選ばれた人たちが来て、そこで会場に来た人たちが目の前で見てっていうところから、この映像とか、うん、によってファンの皆様がこう一緒に当日まで楽しめるようなことも、まあ、考えようには考えられるじゃないですか。だからこの経験で来年以降のオールスターにもその進め方とかにも影響が良い、ね、影響を与えるなというふうに思うと、まあ災い転じてというか、結果ビリにとっては良い方向に行ったかななんて思ってますね。すごいですね。諦めずにやったっていうか、やるべきことを当然のようにやったっていうことが今回のことにつながっていると思うんですね、うん、しかもそしてみんなポジティブですね、うん、チェアマンプですね、うん、いやそういうことです、うん、そのちょっとまあね、こういうオールスターの中止って本来では中止で終わって、ただネガティブに残念だねって本当は終わりじゃないですか、よくある。でそこ、ここまでドラマが作れたっていうのはやっぱ B リーグらしいなと思いますし、こういうカルチャーっていうのをやっぱ大事にしていくことが、こういうなんだろう、カルチャー、みんなの現場力をこう育んでいくようなマネジメントしていかなきゃいけないなって改めて私に思いましたね。はい、ということで来年はさらにバージョンアップしたオールスターがお届けできるように精進してまいりたいと思いますので、またよろしくお願いいたします、はい、楽しみにしてます、はい、島田のマイク。はい、そろそろエンディングの時間です、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを引き続き受付中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願の依頼、何でも構いません。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。今回ね、ちょっと一緒にやってる新出くんにちょっと登場していただきましたけど、まあ前もね、一回お願いしてますが、なかなかちょっとコロナで、その接触しづらいんで、話を聞く機会を作りづらいんですが、まあ誰々に話を聞いてほしいとか、まあそういうのがあれば、また、はがきで。それもはがきかな。それははがきなのかな。はがきを僕がついでに書いていただいて。はがきで書いていただいた方が、叶う確率は高いと思いますね。うん、変わると思いますよ。なぜならば番組で取り上げるから、スタッフとみんなで見るから、やっぱり確率論は的にはもう上がると思いますから、ぜひあの人を出してほしいということであればハガキでお願いしたいと思います。大事大事、そこは大事ですよ。はい、それではまた次回お会いしましょう。島田のマイク、ここまでのお相手は B リーグチェアマンの島田真嗣でした。さよなら。